皆様こんにちは、まどかよりこです。今日は経済の今を読む第5回目を迎えました。また北野はじめさん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。日銀の政策会議が、はい、政策委員会というんでしょうか、はい、黒田さん新総裁を迎えてありました、はい、それで5日のちょうど終わった日の夕刊に、こういうことが出ていたんですが、今の、時の政権の問題意識や政策感が今回ほど端的に反映された日銀総裁の交代劇はないというところで、はい、背景に経済の閉塞感と政治のポピュリズム、大衆迎合があると、そういうふうに書かれてるんですね。そうですね。よく北野さんからポピュリズムのお話聞いてましたが、ちょっとこの件面白いなと思ったもんですから、そうですね、今世の中がアベノミクスにこう随分生やしている中で、割と冷静な、冷静というか、皮肉なトーンの記事なんですけど、でポピュリズムっていうのは、かっこ大衆迎合って書いてて、よく人気取り政策だと簡単に言われるんですけど、もう少し定義をはっきりした方がいいんじゃないかと思ってて、今手元にあるのが杉田敦史さんっていう人の書いた政治的思考という、これ面白かったです。最近出たばかりの本なんですけど、彼がポピュリズムについて、こう書いてるんです。私はポピュリズムとは、多数派にとって不都合な問題を全て外部に原因があるとすることで真の問題解決を避ける政治であると定義したい、これは割と明確な定義、つまり問題を敵を作ることでそうですね、そらすという、そんな感じですか。今回あえてこれを今回に当てはめると、諸悪の根源は日銀であり円高だと、この人たちさえ変えれば全てうまくいくんだっていうことにつながるし、過去の日本の政治もやれ宿営派だとか、やれ抵抗勢力だとか、民主党的にも、官僚さえ良くすれば良くなるんじゃないか、政治主導もそうだったし、前回お話した中野曽根さんの行政改革も、この文脈でいうと、とにかく労働組合さえぶっ潰せば、この国うまくいくんじゃないかとか、だから郵政 の、 小泉さんのもそうですよね、はい、まさにね、はいはい、ですからこの80年以降特に敵を作って、その人たちを排除すると、問題はうまくいくんだ、っていうことが繰り返されて、でも郵政改革で支給派だとか抵抗派だとかいろいろ言われましたが、別に郵政改革やったからって国民が幸せになったかというと、そんなことないですよね。そうですね。なのにあんなに熱狂的になって、もしそれが、国民にとってプラスでないとすると、この定義通り問題の原因を外に求めて本来的な問題の解決を遠ざけている、それが繰り返されているということは言えると思うんです。これ今度はだからずっと日銀悪玉論ということでやってきたわけですよ ね、 そうですね。ただ後で後半もうちょっとお話したいと思うんですけど、日銀が、悪いんです、それで、円が安くなって株が上がったらそれでいいのかっていうと、そうじゃないですねから始まったのが実は第一次安倍政権なので、安倍政権2006年末にできて、2007年9月に終わった安倍政権のことを、後半ちょっと振り返ってみたいんですが、その前に、このまた同じこの方は中川さん、はい、広志さん、元日銀にいらした方ですね。元々日銀の方ですね、でその方がこの続きで書いてらっしゃる、はい、はい、この5年の任期の日銀執行部が2年を念頭に物価目標を達成する大胆な緩和に舵を切ると、これが5日にやったやつですね、そうならばデフレだから脱却した後の対応策について当然展望がなければならないんだと、5年やる人が2年先まで一応こうだと、じゃあその先どうするんですかっていうことも考えなくちゃいけないっていうことなんですね。デフレ脱却のためには何でもやるということで、もう異次元の世界のやったとおっしゃってますけど、本当これはいろいろ懸念がありますよね。この筆者の中川さんが、どういうお考えで書かれているのかわからないです、あえて意訳するとですよ、必ずしも今行われているような政策は理論的裏付けがあるわけではないんじゃないですかと、これは例えば
1回目で紹介したデフレーションの、あの吉川さんとか、前回の、梅田政信さんの本なんか、超金融緩和のジレンマ、まあ、経済学者の中では、まあ、理論的裏付けないんじゃないか、にもかかわらずやっぱり円安株高が進んでると、これは一種の、まあ、指定相場みたいな形で、もう日銀が大量に買うので、まあ、みんな超賃つけてるみたいな状況、だこの日本銀行が次どう振る舞うかで相場の方向は変わるかもしれませんねと。インフレのことだって心配ですし、そうですね、それから政府の財政赤字を全部ただ日銀が補ってるだけじゃないかとか、はい、そういうことですね、いろんな問題ありますよね。そうです、これをあえて指定線的なアナロジーで言うと、指定線というのはもう相場株式でよくあるんですけど、何もないところからある人がその株を買い進めていって値段だけ上がる、問題は自分だけ買ってるので利食えないということなんです、自分で売ったら元にまで下がるし、何の利益もないわけです。それが2年後どうするんですかということなんですよ。なるほど。で2年後、もっと続けて買えますよ、日銀がねまたってなれば、それは財政ファイナンスになるし、どっちに転んでも厳しいんだけど、どうしますっていうことを突きつけてる。今全然、今の日銀の執行部ってこの間一人も反対の人いませんでしたよね。だいたい一人ぐらいはと違う意見の方多いんですが、全員賛成、形容されてるところはね、ちょっとそんな感じ、ね、やっぱり人間ですから、はい、いくら日銀の偉い人であってもっていう感じしたんですが、一番うまくいくとすると、そうやって時間を稼いでるうちに、日本経済の、さっきポピュリズムのところで出ましたけど、本質的な問題をどう解決するんですか、に結びつけることができるかなんですよ。じゃあ今何も2年後の出口戦略はないけれども、2年あればなんとかなるんじゃないかなと日銀の人たちも思っている。強いて言うとそれが第三の矢なんですよ。ああなるほど、はいはい、で実は、今日ご紹介したい本は、この雇用改革っていう島田春夫さんと根津利三郎さんが共著の本ですね、共著の本で2007年に書かれた本です、ちょうど2007年、じゃあちょうど安倍政権ができた頃に、できた本で、ちょっと面白いこと書いてるんで、そこの部分を読んでみたいと思うんですけれども、2007年に入って日本の株価はほとんど上がっていない、当時1600円ぐらいだったんですけど、1万6000円ぐらいなんですけど、円が1ドル120円ぐらい、でもほとんど上がっていないと、なぜだろうかと、不自然な低金利政策と異常な円安に支えられた今回の景気回復、これまあ2002年ぐらいから2006年、7年のやつですね、の危うさを市場が感じ取っているからだと。そしてこの懸念は現在のままの政策を続ければ遠くない将来に現実のものとなろう、この時は予測だったんですが本当にそうなったわけですね、そういうものを避けるためには、賃金と生産性のバランスを回復し内需中心の成長を実現することだと。その時も賃金のことにちゃんと問題を、の焦点を当ててるわけですね。そうです、2007年は株高円安だったんだけど、これは不自然な政策と異常な円安に支えられて株が上がってただけだから、この間に賃金と生産性のバランスを回復しやらなくちゃいけないですよ、っていうことを書いてるんです、でやっぱり賃金その頃も低かったわけですよね。そうです、ですからこの時の問題は、ずっと株が上がってきて円が安くなっているにもかかわらず、低賃金は低迷しデフレは持続し消費者の所得が増えない、じゃあ今と全然変わらないっていう感じですよね。そうですね、というか今だって株上がって円安になってますが、賃金はどうもあんまり上がりそうもない、そうすると今回物価だけが上がって、そうなんですよね、ということはこの時の政権が安倍政権なわけです、ということはアベノミクスによって安倍政権は第一次安倍内閣発足時にまでその振り出しに戻った感じなんです。なるほど、第一次安倍政権っていうのは円が安い、株も高い、でも賃金が上がらない、デフレは続いている、どうするんですかっていうところで始まって、当時安倍政権の政策が成長力加速プログラムっていうのを出して、5年間で労働生産性の伸び率を5割増大させますよ、これが当時安倍政権の経済政策の柱だったわけですね。なるほど、要は
円も安い、繰り返しますけど円も安いです、株も高いです、企業業績も素晴らしいです、でも賃金が上がらない、デフレは続いている、所得は増えない、そうすると安倍さんは今度はどうやって賃金上げようと思ってるんでしょう、はい、これは、振り出しに戻ったわけですから、第3の矢って言われるものは、おそらくこれの焼き直しになってくるんじゃないかな、じゃああの時労働法をいろいろ変えようとした、労働ビッグバンとか言われたやつですね、労働ビッグバンね、はい、なんかあんまりビッグバンと思えないけどジョブカードを作ったりとか、あの時ですね、です、はい、あの時です、あの頃のことをもう多くの人は忘れてるけれども、もし安倍さんがこの6年間で変わってなければ、おそらく同じことを言ってくる、じゃあたまたま自分の中の調子が悪くて辞めちゃったからうまくいかなかったけど、あのままこれをきちんと続けていたら絶対に今円安株高になって賃金も上がるだろうときっと思ってらして、その施策を続けられるという可能性がある、この加速プログラムをそれこそ再チャレンジしてくる、なるほど、それはあのなぜうまくいかなかったのかということを今度は考えなくちゃいけない、そうですよね、はい、安倍さんの体調が悪くて政策が中途半端に終わったからなのか、それとももともと政策を実行するときのファクトファインディングというか分析が良くなかったのか、分析はいいんだけど政策がうまくはまらなかったのか、で次週ですね、はい、あのこの太田寛子さん、当時の経済財政担当大臣の改革逆走という本などを、あの時やっぱうまくいかなかったと彼女は思って書いてらっしゃる、そうですね、改革が途中で終わって逆走したんだ、それはなぜなんだ、逆走が必然なのか、逆走が悪なのか、ここが実は次の参議院選挙あるいは、政治の大きなポイントになってくるんではないかなと思います、あのアベノミクスで振り出しに戻っただけです、そこで本当の問題にメスを入れていかないと何も変わらないんじゃないですか、ヒントは6年前のこの雇用改革にありますというのが、そうするとあの民主党とか野党は少しその辺をきちんと検証をして、はい、でそうですね、本当にそれでいいのかということを突きつけていかないといけないし、はい、全く違う例えば福田さんになった時の、はい、社会保障の会議のような形に持っていくのか、ね、この人口減少社会でどうするかということが問われますよね、そうですね、そこがやっぱり本来の主戦場になるべきで、この改革逆走というのは何かというと、言ってみれば民主党政権ということですから、これは、そういうことなのかどうなのか、これはあのきちんと検証して次につなげたいところじゃないかと思います、フィリズムの話、はい、いろいろ楽しかったんですが、またじゃあ次回よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。